東北中央自動車道は福島県相馬市を起点に山形県を経由し秋田県横手市で秋田自動車道に接続する総延長約 268km の高速道路である。略称は東北中央道。高速道路ナンバリングによる路線番号は E13 が割り振られている。1984年以降この区間の道路は 散発的に事業化されたが、1987年、第四次全国総合開発計画の閣議決定により、東北中央縦貫自動車道として、相馬横手間が高規格幹線道路に構想され、初めて一体的に運用される見通しとなる。その後、順次事業化と着工が行われたが、事業化の見通しすら立たない区間も存在した。2011年7月22日、 東日本大震災をきっかけにした東北地方の復興の流れで大畑明宏国土交通省により整備の方針が示され長らく基本計画区間のままで一部区間を除き事業家の目処が立っていなかった福島県内の区間が一般国道115号相馬福島道路として全区間が整備されることになった。また、 二千十三年度には未事業化区間であった山形県北部から秋田県南部にかけての区間が計画段階評価を進めるための調査を行う区間に指定されすべて調査区間に位置づけられることになりこのうち二千十五年度に昭和金山間は新城金山道路海内小松小町間は横堀道路としてそれぞれ事業化二千十七年度には及びくらい引く上院内間が マ室川小勝道路として事業化、さらに2018年度には、金山金山北間が、金山道路として事業化され、これにより構想から約31年を経て、すべての区間が事業化されることになった。国土開発幹線自動車道の路線名は、東北中央自動車道であり、以下の表の通りとされている。高速自動車国道の路線を指定する政令の、路線名は、 東北中央自動車道相馬尾花沢線であり、以下の表の通りとされている。また、この路線名で建設されている箇所は少なく、多くは高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路である。ほぼ全線で暫定に車線となっているが、一部区間では追い越し、車線が設置されている。また、各本線料金所付近は時速四十キロメートルになっている。 トンネルの数24時間、交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して、作成2002年度区間別平日平均交通量、未開通区間は、車時で記す。ありがとうございます。